今回の横須賀ダンジョンは横須賀市塩入町と緑ヶ丘で、今歩いているのは塩入3丁目のあたりですけれども、だいぶ古い石垣が積まれた、ただかなり高いところまで来ていますね。谷の下の方は新しい住宅地が多いんですけれども、この石垣の上の方には古い住宅地、昭和初期、戦前、明治の頃の、住宅地も残っているので、今日はその辺りを中心に歩いてみようかなと思います。はい。星印が今いた谷の中腹あたりですが、その上の塩入2丁目、あと右手側、お隣の緑ヶ丘ですね。どちらも谷の上の方まで住宅がたくさんあります。この谷間から5分ほど歩くと、奥の半島、米軍基地まで行くことができますが、米軍基地は終戦以前は日本海軍の施設でしたから、そういった日本海軍の施設、造船とか鉄鋼の工場で働いていた人がこの丘に多く暮らしていたんだと思います。戦前は埋め立て地が今よりも少なかったですから、こういった港に近い丘が住居として開発されたんでしょうね。今日は緑ヶ丘の下にある良長院をスタートして、まずは塩入方面に向かいます。で、塩入2丁目の丘を上がって、尾根伝いを歩き、その後坂を下って、最後平地の塩入駅の近くの道まで出ていこうと思います。ホテルニュー横須賀というドブ板通りのホテルがありますが、そのすぐ裏手が良長院なので、まずはここからスタートですね。よいしょ。周囲をぐるっと山に囲まれた谷底にあります良長院。かなり古いお寺ですが、もともと昔は今の米軍基地のあたりにあったみたいですが、16世紀の後半に今の場所に移されました。入り口には龍谷山良長院と書いてありますので、龍の谷の山で龍谷山ですけれども、おそらくこの辺の切り立った地形を表しているんでしょうかね。お寺の中に入ると墓石が谷の奥までずらっと並んだ大きい墓地になっているんですが、今日は、こちらには入らずに、この外周に沿って作られた階段を上がって谷の上までまずは上がってみようと思います。正面に見えるのは新しくできたヨゼフ病院ですね。で、その右手下の方にはドブ板通りのお店が並んでいます。古いお寺ではありますが、繁華街が近くにあるので、夜になると近所のお店の喧騒ですとか、米軍らしい音楽がこの辺りまで聞こえてきますけどね。この左手の黒い壁は、戦前の写真を見ると多分なかったと思うので、もしかしたらドブ板通りが戦後にできた関係で、その繁華街の喧騒と墓地を仕切る意味でこういった壁が建てられたのかもしれません。で、この今登っている坂は、戦後1961年の日本映画のロケ地になっているんですね。「豚と軍艦」という映画ですけれども、その映画のシーンと今の景色を見比べてみるとあんまり変わらない。1961年当時からはそれほど変わっていない場所なんだなというふうに思います。道の感じとか住宅区画はあまり変わっていないとは思いますが、住宅の数はおそらく減っていると思うんですよね。この右手もおそらく住宅が以前は建っていたんだと思うんですが、今はだいぶ草が生えて、住宅も取り壊されているんだろうと思います。以前はこの辺りが
住宅の玄関だったんじゃないのかな。ただ今はもう柵で中に入れないようになっていますね。左手の黒い壁はずっと谷の上まで続いていますけれども、右手側のこの壁は比較的新しいですね。修復されたんでしょうかね。新しい壁になっていますが、その奥、こちらはだいぶ古い石垣ですね。シダ植物とかが生えて、だいぶ古さを感じます。ここの階段を登っていくと、神社の裏手に出るんですけれども、まあこの階段も補修はされているんでしょうけど、だいぶ古い階段ですね。ちょっと斜めになってるのがいい感じですけれども、この階段もそうですし、あと左手の石垣もだいぶ古いですね。戦前からあるんでしょうかね。苔の生え方とか、かなり古さを感じますけれども。はい。で、ここの右手の階段を登っていくと、神社の正面につながる階段になります。こちらの階段は直線的に整備された新しい階段ですね。ここを行くと神社になりますが、左手に枝分かれした細い階段、こちらですね。こちらを登っていくと緑ヶ丘の丘の高いところまで出ることができます。かなり細い階段ですけれども、この階段も昔の地図を見ると同じ場所に同じような道が通っているので、まあ時代に合わせてその都度コンクリートで整備をしたり手すりをつけたりして直しながら今も使われているんでしょうね。かなり高いところまで、来ましたが、上の方にあるお宅はかなり綺麗に補修をされていますね。で、ここを通ると、潮入りの方が見渡せますな。はい。正面に見えてきたのが、正面の谷の下の方が潮入り小学校のあたりですかね。で、右手側に見えるのが諏訪公園ですかね。諏訪公園のある丘だと思います。で、その右手の下の方には今古いヨゼフ病院の解体工事をしていますが、ちょっとこの辺りからだと見えにくいので、もうちょっと下からだと解体工事が見えるかな。まあかなり、細い道ですが、この辺まで下ってくると、解体工事の様子が見えてきますかね。まあ、ヨゼフ病院の解体もかなり長い時間をかけて行っていますが、解体が進むに従って、ヨゼフ病院の、いかにこうヨゼフ病院が切り立った谷間に作られていたかというのがわかるようになっていますけれどもね。で、この坂を下ると潮入りの方に出ますけれども、この左手に墓地がポツンとありますね。なんだよ。あ、いくつか墓地がありますけれども、なんでしょうね。地元のお墓なんでしょうかね。黒いシートがかけられて雑草が生えないようにされていましたが、お墓がいくつかありました。で、この道を出ると少し広い道とつながっています。で、右手に行くとすぐ階段になって、ヨゼフ病院、諏訪神社の方に出ますね。あと、裏が道の道碑とかがありますかね。今日はここ左手に曲がって、潮入りの方に向かいますが、上の方にかなり高いところに住宅がありますね。で、この道がちょうど左手が緑ヶ丘、右手が潮入り、中間にあたる道になると思います。車の通れる広さの道ですが、まあ階段でその先進めませんから、皆さんこの辺りに車を止めるんですかね。
時々この辺りに運送屋さんの車が止まって、階段でしか行けない細い高い場所の住宅まで徒歩で荷物を運んでいますけれども、ここの右に曲がると塩入2丁目の古い区画まで上がっていけますが、今日は一旦谷の底まで降りるのでこちら側に向かいます。崩落注意の看板がありますね。で、この正面の坂道は、坂の中央だけ石段になっていますが、以前はただの石段だったみたいなんですが、40年ぐらい前に火事があって消防車が入れなかったので、車が入れるように今の形で、整備をし直したというふうに地元の方が教えてくれました。で、今の道をまっすぐ行くと上町の方まで行けるんですが、今日はこちらの谷の底の方に向かっていこうと思います。で、こちらの方に出ると尾根伝いに建っている家がいかにこう切り立ったところに立っているかがよく分かりますね。ただこの尾根伝いの道は車が通れるのでかなり新しくこう作り直された住宅だとは思うんですけれども、かなり切り立ったところに住宅があります。で、この下っている道も人一人がようやく通れるかなり古い道なんでしょうね。コンクリートもかなり古い感じがします。右手側の擁壁に船の碇のマークがあるのは何でしょうね。ただの飾りかな。時々こういう飾りのついた擁壁がありますね、横須賀市内。正面の空き地はもともと住宅が建っていたけど、今は何でしょう、資材置き場、廃材置き場ですかね。で、この古い階段を下って谷の底まで向かいます。ここはレンガが土に埋めてあるのかな。これもかなり古い感じの道ですけどね。右手側、階段が2つ並んでいるのは、片方は個人宅へ、片方は奥の住宅地へ向かう階段ですね。少しずつ谷を下っていますけれども、この辺りまで降りてくると、古いお宅もありますけど、徐々に大きいお宅、新しいお宅もちらほらありますね。この古い狭い道ですが、この先で大きい車道とつながっているので、この辺りの、戦前からある住宅区画ではあるんですが、新しい住宅に建て替えられているんだと思います。車道が見えてきましたね。この正面の道はかなり車通りの多い道だと思います。左手に曲がると横須賀中央駅がすぐありますね。若松トンネル。今日はここを右手に曲がって、こちらは塩入方面ですね。こちらに向かいます。この道は結構飲食店の看板とかを見かけるので、以前はもっとじゅ、あの飲食店が多くある賑やかな通りだったのかもしれないですね。正面にあるのはスナックですな。この看板を右手に曲がると塩入の2丁目までつながった坂道があります。この正面の壁もまた高いですね。高いけど、ちょっと新しいのかな。ただ上の方がかなり草が生えてますね。で、この坂道は縦に縞模様になってますけれども、道路を掘り返した跡でしょうかね。1、2、3、なんか4種類ぐらいのコンクリートの年代が分かれてますけど、もしかしたら古い
昔からある区画などで下水とか、水道管の工事で何度も掘り返したのかもしれないですね。右手側、緑が丘の方の高い住宅が見えますなあ。この坂をまっすぐ登っていくと、さっきの階段を登った塩入2丁目の丘の上までつながっているんですが、今日はこの左手の階段、この階段を登って、ぐるっと回って塩入2丁目の丘の上まで行ってみようと思います。ここもかなり急な階段ですけどね。あ、米軍基地の12時45分のサイレンが鳴ってますね。まあ、ここから米軍基地の入り口まで、徒歩5分ぐらいですからね。まあ、サイレンとかラッパの音とかよく聞こえる場所だと思います。で、折れ曲がりながら、一気に丘の結構高いところまで上がってきましたね。この右手側は、おそらく個人の住宅に入る階段だったんでしょうけど、上に建物もありますけどね。今はもしかしたら使われていないのかもしれないですね。で、ここが冒頭にいた、古い石垣の細い道ですね。かなり細い道ですけど、まあ、おそらくこの先数軒、お住まいの方いらっしゃいますので、きれいにお掃除はされていますね。この辺りは左手の丘を越えた辺りは上町でしょうかね。上町の図書館とか病院がある辺りになるかと思いますが、ここさっき下から見上げた壁の上の道ですかね、もしかしたら。だいぶ高いところまで上がってきましたけれども、ここを右に曲がると、この辺は現在も使われている階段だと思いますが、その先からは、現在使われていない、かなり落ち葉の積もった階段ですね。木が茂っているので、ちょっと進みにくいですけれども。この右手におそらく消火器をしまっておくコンクリート、昔はこういうのに消火器入れてたんだと思いますけど、住宅の前に置かれるものだと思うので、前家があったんでしょうね、今の場所は。で、この階段もだいぶ落ち葉が積もっていますが、正面のお宅は多分空き家でしょうな。だいぶ、まあでもちょっと新しめの住宅の気もしますけどね。この右手側も住宅の基礎だと思うんですけどね。石が積んでありますが、今は多分住宅はないですね。草だらけですね。井戸がありますが完全に埋まっています。はい。で、この先の藪を抜けると、2丁目の高いところの道に出るはずなんですが、だいぶ藪というか笹がすごいですね。あ、なんか左手にはしごかけてあるけど、この藪を抜けると、住宅の前まで出てきましたね。はい。塩入2丁目の一番高い住宅の区画まで上がってきましたね。かなり高いところまで上がってきたので、ここから右手はいい景色が広がってると思いますが、ちょっとあまり見えないかな。この左手は空き地ですね。玄関の石段だけが残っていますね。この辺りのお宅は結構100年近い築年数のお宅が多いらしいんですよね。ああ、いい景色だ。高いですけどね。おっ。で、正面の空き家はかなり空き家になってから年月の経っている空き家ですな。
窓の感じとかもだいぶ古いですし、ああ、土壁ですね、これは。土壁で中にちらっと階段が見えますけど、階段もかなり急な作りをしているので、まあ、おそらく昭和初期ぐらいの2階建ての建物なんでしょうかね。ただガスメーターがついてますから、戦後まで使われてたとは思うんですけど、だいぶ荒れてますな。で、ここから先左手の石段もか石段、石垣ですね、かなり古いですけど、まあ、住んでる方のお話によると、この辺り戦艦ミカサに乗ってた方が住んでたというお話もありますから、やっぱり日露戦争ですからね、明治時代からある区画なんだろうと思います。かなり古いですね。で、さっきの黄色いラインの入った階段を登ってくると、この道に出てきますね。道とつながりましたが、この正面の土台も前は住宅があったんでしょうけど、建て壊されてだいぶ年月が経っていそうですね。で、この先からかなり整理された古い住宅区画になるかと思います。築年数100年ぐらいのお宅もいくつかあるかなり古い区画ですね。ただ道がまっすぐで、すごく整備がされた印象があります。この右手側はお宅の修理をしていますね。で、左手はこの屋根の微妙に R のついた木の屋根とかあんまり見ないんですが、窓の感じとかもだいぶ古そうですね。右手側にはちょっと新しいアパートがありますけれども、この谷の上の区画、この道と並行して、この右側すぐ谷なんですけれども、谷の底の方に浦賀道が通ってますから、浦賀道と並行して、この谷の上の道にも住宅が作られている感じですね。もしかしたら当時、まあ、明治時代とかそれ以前の時に主な街道だった浦賀道沿いにこういった住宅が建てられたのかもしれません。で、左側赤いレンガの倉庫、まあ、今もお住まいの方いらっしゃるみたいなんですけど、軍の倉庫、天体観測所っておっしゃる方もいますけどね、何かしら軍の建物だった赤い建物がありましたけれども、で、ここ左手に行くと、現在は行き止まりなので、ここを右手に曲がって下の方に向かいます。まあ、今みたいな整理された区画を歩いてるとついつい忘れちゃうんですけど、こうやって遠くの景色を見ると、ああ、高いところにある住宅なんだなっていうのを思い出しますね。塩入駅前の高いビルとほぼ同じ高さにある丘の上の住宅地。だけど、建っている建物はほぼ平屋建てという、このなんだか不思議な感じがしますけれども。で、ここから徐々に塩入駅の平地の方に向かって今下っています。ちょっとずつ下っていますが、この辺りもかなり整理された印象のある綺麗な道ですね。周辺の壁とかはかなり新しくなっている感じがしますけれども、まあ、ただ古くから、この辺も戦前からの区画なんだと思うんですよね。正面のお宅の土台の石積みの感じとかもだいぶ古そうですね。で、この壁に埋められた土管も、多分この上の上に住宅が建てられた時にこの土管の配管も使われてたと思うんですけどね。で、徐々に下っていきますが、ああ、正面を黒猫が横切りましたな。ここまっすぐ行くと塩入小学校の方なんですが、ちょっと今猫が入っていた、この細い路地入ってみましょうかね。あ、猫ちゃんがまだいますな。かなり細い路地ですけど、この路地をまっすぐ行くと、あ、なんか右手に井戸がありますね。あ、なんかちょっと模様の入った古い井戸ですけれども。で、この辺りは崖崩れ、
石が落ちてくるのをこうガードしてるんですかね。鉄骨で、柵が作られていますけど、かなり細い路地ではありますが、この路地を通らないと入れないお宅とが地図で何軒か確認できますので、おそらく今でも、人通りはそこそこある路地なんだと思うんですよね。ただ、やっぱり古さを感じる路地ですね。で、この左手側、土の崖だと思うんですけど、最近はコンクリートで固められた壁ばかりなので、こういう土の壁珍しいですね。で、ここを抜けるとちょっと開けましたかね。またいい景色が広がっていますけれども、正面は塩入3丁目の丘ですね。で、その先左手の方をずっと通っていくと入山津の方までつながっているかと思います。今歩いてるこの丘は海軍の関係の方が多く暮らしていた丘だと思うんですけど、入山津の方は陸軍の管轄だと思うので、また陸軍関係の施設とかが残っているんじゃないかと思います。で、右側の壁もまた古い壁ですね。以前どなただったか、この辺りに昔専門学校があったって教えてくれた方がいらっしゃいましたけど、この左の空き地ですかね、専門学校じゃなかったかな、洋裁学校だったかな。あまりこういう細い道の崖の上に学校があったというのはにわかには信じられないんですけど、ただ近くに緑ヶ丘学園という切り立った崖の上の学校が今でも健在ですからね。もしかしたらこの辺りにも専門学校あったのかもしれないですね。で、左手側はちょっと高くなったところにいくつか住宅があるので、またちらほら住宅に上がる階段がありますな。ただいずれの階段もやっぱり細いですね。昔からの階段なんだと思います。で、こちらの方に入っていくと行き止まりなんですけど、ちょっと一段高くなった小さい住宅区画があるので、ちょっとこの先行ってみましょうかね。正面にあるのは珍しい木の電柱が残っていますね。木ですよね。木の電柱珍しいですね。で、この細い石段を登っていくと、一段上がった小規模な住宅区画ですが、この石段も微妙にすり減っている感じが歴史を感じますね。ただこの階段は落ち葉が積もることもなく、きれいにお掃除をされていますので、やはり、奥の住宅区画、お住まいの方が手入れをされているんでしょうね。左手の石が積んである感じとかも古さを感じますね。はい、で、小さな住宅区画まで上がってきましたが、この左手のブロック塀もすごい昭和な感じがしますね。で、この先を曲がるとすぐ行き止まりなんですけれども、ちょっともうちょっと先まで行ってみますと、正面に厳重に封印された井戸があります。で、この空き地は国有地と書いてあるので、おそらくもうここに住宅が建てられることはないんでしょうね。で、この先は行き止まりなので、元来た道を戻ろうと思います。結構高いところにありますよね。で、この道をまっすぐ、正面からお住まいの方かな、人が来たので、すれ違うのは難しい道ですが、すいません、失礼します。失礼します。で、この階段の先に塩入りの住宅が上から見渡せますね。ここもいい景色です。向こうの方が塩入りの4丁目でしょうかね。塩入り4丁目、右手の方にはすぐベルニー公園、港も近くにあります。塩入駅も歩いて3、4分ですかね。駅からも近い区画ですが、かなり切り立っている高い場所にあります。
下の住宅の見え方でこの場所がいかに切り立っているかというのをお分かりになりますかね。かなり高いところにありますけれども、まあ、やっぱり戦前からあるこちらも住宅区画だと思うんですけど、まあ、横須賀港とか軍港を作る過程で、かなり人口が急激に増えましたから、特にこういった港の近くは住宅のニーズが高かったんでしょうね。職工さんですかね、でも。もしかしたら軍関係の方も住んでいたのかもしれないですけれども。あ、正面のこの階段もなかなかいい階段ですけれども。ね、歴史を感じる住宅地だなというふうに思います。で、もうだいぶ塩入駅まで近づいてきましたが、この右手の自然石を積んだような石壁も綺麗でいいですね。で、このラインの入った階段を降りていくと、塩入駅だいぶ近いですね。もう駅前のビルが近くまで来ましたけれども、この階段を降りていくと、もう最後、下の道までつながっていますね。この左手のビルは3階建てのビルなんですけども、この、上の丘から降りてきた階段がビルの外階段と一体化しているというか、ビルの階段なのか、丘の階段なのかよくわからない感じになってますね。完全に一体化している感じです。はい。で、ようやく下の道まで降りてきました。ここ正面行くと塩入駅の方でしょうかね。で、左手は坂上の方につながっているかと思います。で、右手側が塩入小学校、あと緑ヶ丘学園の方ですね。で、この上は今行ってきた住宅地です。はい。ということで、今日はこの辺りにしようと思います。よいしょ。はい。塩入2丁目、あと緑ヶ丘の住宅地を歩いてみましたが、いかがだったでしょうか。ということで最後に、今日歩いた辺りの戦後すぐの航空写真がありますので、こちらを見ながら終わろうと思います。1947年の航空写真ですね。こちらを見ながら終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。